はようございます。釣り子 TV です。今日の動画はですね、こちらラッキークラフトのスーパーサミー198、実はね、年末にかけて結構ねシーバス釣り精力的に行っていたんですけども、去年の映像になるんですけども、このスーパーサミーが一番活躍した夜っていうことで、まあスーパーサミーナイトなんてね仲間内ではね、呼んでますけども、まずはこちらをご覧ください。出た。おお、いいね。そっちに行く。行けで乗れ。サビーチャンス。よっしゃ。ダメか。もう一回。でかい。了解了解。いやー、いい曲がりだな。おお、いいいい、いいサイズだよ、いいサイズだよ、いいサイズだよ。これ一番でかいかもしれない。ちょっとちょっとバラせないぞ。でかいぞでかいぞ。でかいよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。でかい。おお、太い。これ何これ。ちょっとスーパーサミー、すごい。ラッキークラフトのやつすげえな。はい、バックルはゴライアス。なんか言ってください。苦節1ヶ月ようやくスーパーサミーで出ましたよ。しかも2連発。カラーはラブホテルピンク。本当に本当に勝手につけます。命名ラブホタルピンクに東京湾のでっかい鈴木。イエーイ、おめでとう。ありがとうございます。はい。あ、でもこれで80ないんだ。80ないんだ。腹が、顔顔でかかった。いや、80だね、80。うん、80ですわ。いや、79だね。いや、でも出るよ出る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 、今日出るよ。いや、この腹、ブラックバスみたいな体型。いや、79すごい。改めてスーパーサミーのででででででで、でイエーイイエーイ。乗んない。サミーナイト。この音はでも釣るのも早そうですね。でもこの音が呼んでんだろうな。あ、やべ、この城かかっちゃった。ちょい、こっちで沖側なんだ。こっちの帯だべ、いいね。潮目に。なんか白っぽいやつ。お、出た。持ってた。よっしゃ、乗った。いるな。いや、抜いちゃおうか。あー、いや、タモン。ダメか。
よっしゃさん、よし、逃さんぜ。うー、サミーナイト、イエーイ、いいね。このカラーね、白っぽいのいいかなと思ってやってみてますよ。うわ、長い。ね、サミーで来たのは75。イエーイ、嬉しいね。じゃあね、こいつは逃がしてあげたいと思います。はい、長い、やったー、ありがとう。で、タックル、こういうスーパーサミーにゴライアス、こんな感じの組み合わせでカションカションってやってたら食いました。じゃあ頑張ります。はい、スーパーサミーナイト、またまたサミー、今日サミーの日だね、ほんとね。持ってないと死にます。持っててよかった、俺も一個。はい、カラーはスケベイエローです。もう何がスケベなのかよくわかんないけど、わかりました。スケベピンクとスケベイエローね。この2つが今日の激ヒレーす。はい、じゃあどんどん釣ってこう。行ってます。よっしゃ、スーパーサミーナイト、ガバガバで、ね、ガバガバ、うぅ、ヒレヒレだ。いやー、がっぷりハーモニカ食い気味だね。よっしゃー、よっしゃー、スーパーサミーナイト、ヒレ食いね。このカラー効くね。いやー、気持ちいい。イエス、じゃあどんどん出せよう。スーパーサミー？スーパーサミーです。いやー、来たねー。はい、夜のスーパーサミー、大活躍。はい、じゃあ、タックル。タックルは、お、リールは、ゴライアス。あ、ゴライアス使ってますね。P は4号マイクス。で、メガバスのエクスペリアかな。メガバスのエクスペリア。はい、スーパーサミー198、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで帰ってきました。まあ、まさにスーパーサミーナイトな展開で、夜にね、このスーパーサミー独特の大きい音ね、これが効果的に活躍したなっていうことで、使ったルアーはね、こんな感じのカラーなんですけども、綺麗でしょうね。スーパーサミ198っていうことで、このね、ガッコンガッコン鳴る音がね、夜とかであっても、ルアーがここにあるよっていうのを演出しやすいのかなっていうことで、なんかね、結構ね、釣れちゃうんですよね。で、仲間がね、持っていたスーパーサミーはもっとね、視認性のいい色で、まあ、ピンク色だったりっていう感じでしたけども、自分はね、まあ、この色とか、あとはこのレッドヘッドとか、ここら辺が去年はね、非常に活躍してくれたなっていうことで、まあ、70センチを超えるサイズなんかもね、出てくれたりして大興奮だったんですが、例えば、夜のですね、少しさざ波だったタイミングであるとか、例えば、夜のね、いまいちそのトップウォーターに出る場所が特定しきれていない時とかに広範囲に探るなんて時に、このね、まあ、形状もシンプルですし、円筒が効いて動きもね、立ち浮き気味でこう横に水をパシンパシンとね、なんというかスプラッシュさせつつというか、まあ、サミー独特のアクションですよね、これがね結構効いたっていうことで、まあ、出しどころはいろいろ考えられるんですけども、自分の中ではもうね、シンプルにね、一緒に使っているメガドッグが釣れない時にスーパーサミー入れてみると、なんかね非常に大活躍するね。またスーパーサミーがあれーって思った時
時とかにメガドッグとかを入れるとあ釣れるじゃんとかね、そんな感じで、まあ本当ルアーの動きとか浮き姿勢とかがちょっとね変わってくるっていうことで、まあそこら辺でね、使い分けていくとその日の当たりルアーが見つけやすいんじゃないかななんてねいうふうに思います。で、この大きさの割にそこまでね重たくもないので、比較的強めのタックルであれば、なんというかな、ジャイアントベイトみたいなタックル用意しなくても、快適にね、アクションさせちゃう、また、釣りが進められちゃうっていうところもね、いいところじゃないかななんていう風に感じて使っております。まあさすがにね、もうね大寒波も何発か来て、トップウォーターとかにはねちょっと出づらい時期になってるのかななんていう風に思うんですけども、まあ2021年、今年のね秋シーズンなんかもね一つ、準備しておくと結構いい釣りができるんじゃないかなと思いますので、釣り具屋さんで見かけたらね、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ラッキークラフトのスーパーサビ198ですね、これがね、去年の年末なかなか活躍してくれた日があって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。